ファン歴32年でいいんですかね、目にする機会も多くて、それでファンになった感じですね。もともとは曲から入ったんですけどね、僕らが生まれたあの日のようにっていう曲があるじゃないですか。来た徳永みたいな、抱きしめられると、ここのね、とーのところの息の吐き方の中ね、解説してる動画とかがあって、なるほどね、徳永さんのそこが魅力なのかみたいな。